奇跡の水虫治療。水虫といえば、大概おっさんの持病であり、それにかかると、油足に鼻だしい異臭を放ち、その靴及び靴下は、家族の間では、汚物とみなされるという恐ろしい病気である。そんな大変な病気に、私は16の夏、犯されてしまった。 どこでどう映ったのかそのルートは全く神秘のベールに包まれているのだが最初は小さな水ぶくれだったのでおや毒虫に刺されたのかなとのんきに考えていたしかし私がのんきにしている間も水虫菌は着実に足の裏の皮膚を養分にして成長していたのである数日後 私はそれまでの人生で経験したことのない痒みに不安を募らせながら、毎日足の裏を眺めていた。無皮を塗っても、オロナインを塗っても、一向に良くなる気配がない。それどころか、痒いエリアは広がっていくばかりで、よくよく見ると、皮膚の下に小さな水泡が多数結集している。 私は身震いすると同時に、もしや水虫では、という予感で恐怖のどん底に落ちていった。一時間経っても二時間経っても、背中を丸めて足の裏ばかり熱心に眺めている娘がいたら大抵の親は心配する。我が母もさすがに心配になったらしく様子を見に来た。 そして私の足を一目見るなり、あああんたそれ水虫だよ間違いないと太鼓判を押した。オーディオブックドット JP で配信中